はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、腰痛でお悩みのあなたに腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、腰痛の原因ランキング&ストレッチということでお伝えしていきたいと思います。はい、これはですね、毎週恒例になりました、こちらのスパさんのですね、はい、私のですね、漫画の内容の紹介になります。はい、今週はですね、腰痛のですね、原因をですね、ご自身でチェックしていただいて、それに対するセルフケアの方法というところですね、すべてお伝えしている内容になります。はい、腰痛の原因というところで、腰痛というのはそもそも腰が痛いだけであって、原因というのは他のところにあるんですよということはですね、たびたびお伝えしているかと思います。それの原因ランキングですね。はい、お尻だったりとか、お腹だったりとか、背中だったりとか、太ももだったりとか、たまたま腰に痛みが出てるだけであって、それぞれ原因があるんですね。それをあなたのですね、腰痛の原因っていうのはどこなのかっていうことを、まずセルフチェックしていただいて、それに対するですね、すべてストレッチの方法がですね、すべて載っているっていうですね、素晴らしい感になります。はい。ここまでよくまとめてくれたなっていう形なんですけど、太ももの筋肉のストレッチの方法だったりとか、背中の筋肉のストレッチの方法とか、すべてですね、お伝えしているの内容になります。はい。腰痛をですね、根本的に治したければですね、腰に対して何をするではなくって、その腰が痛くなっている原因に対してですね、しっかりアプローチしていく必要があります。はい、私たちがですね、しっかり原因をチェックさせていただいて、それに対して施術していくっていうことももちろんいいとは思うんですけども、あなた自身でですね、あなたの腰痛の原因というところをしっかりチェックできるようになって、かつあなた自身でセルフケアできるようになれば、私たちのところにわざわざ来ていただく必要ないですね。そのためにですね、今回この漫画でまとめていただきましたので、ぜひですね、腰痛を根本的に改善したいあなたはですね、今週のスパさんですね、ご覧になっていただければと思います。はい、近くのですね、コンビニだったりとか、あとは電子版もありますので、下にですね、電子版の Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、今回本当にその原因ランキングということでしっかり載っていますので、はい、あなたの腰痛をですね、根本改善するためのですね、ヒントというかですね、はい、アイデアにしていただければと思います。はい、ということでですね、本日はこれで以上になります。はい、もしですね、ご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、お問い合わせください。またですね、今後も腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。